ただいま。ね、みんな久しぶりやで、この曲で。うん。ちょっと、タクシーでどうだろう。タクシーとショットゲーム忘れとるけど、いつもこうなるって。もうこういうのがあげる。もう。春よ。やべ。ほら、もう4回5回、いや、たぶん2、3回やねんけど、もうこの状態に帰ってきたらね。Every day. うぅ、何回やったら学ぶのって。ふぅ。OK。もうちょっとやっといてやからね。一旦内容物は胃の中に押し込んでもらって。ただいま!トノーかわいい。ババ。ババ、一回だけある。地元さんちへいらっしゃい。無事にね、無事に家に着けただけ100点ですから、あの。春よ。はい。で、ここでね、みんなにね、すごい取っておきの情報をね、言わなあかんから動画回してんねんけども、それは何やったか正直なところ。Every day I listen to you.みんなに言わなあかんことがあって、あの、今回と動画してるんですけれども、5月11日、受け元さんとのお迎えが、決まりました。渋谷の導入坂なんでね、概要欄の方になんかいろいろ貼ってるし、なんかあの、もうちょっとごめん、喋られへんから、いろいろ文字で書いてるから、喋られへんから、いろいろ文字で書いて思うんですけど、そちらの方だけ直接する。胃の内容物をね、ラジオみたいな。いいからもう、もう出せるもん全部出し、もう出せるもん全部出してください。逆にこちらから。浮き元さんちへいらっしゃい。ね、生き物ったらね、こんな風に酒に逃げたくなるというもね、それは人間ですからね、なんか人生の中がある。ただいまー。あーね、何しようなかい。トノうちに来てくれてありがとう。まあね、今日、地元の友達と飲みに行ってて、ママも無事に帰ってくれてハッピーエンドみ、Every day. カーディガンで入ったらあかんね。酔っ払ったらみんなあるあると思うんだけど、こう、地面がすごいいろんな角度に回ってしまうっていうことがよくタタタタタタって、なんかすごい回ってるね、ゴーランドやね、みたいな。まあね、なんかね、久しぶりにね、この動画撮ってるって感じで、数ヶ月ぶりぐらいにちゃんとカメラの前で喋ってるみたいな感じやのに、久しぶりに動画回してんのが、こんなクソ酔っ払いかっつって、いろいろあったんや、お気持ち。ごめんな。こうやってかかったね。トノまあなんか、生きとったらね、ほんとこんなこともあるっていうか、そんな連続ですごい塊乗って聞くこと来るみたいな。一個ずつ来てくれたらいい。一ヶ月か10日以内に一個大きいのを覚えてか。ね。なんでこれ、一気。1ヶ月の間でこんなにいっぱい元気に行くんのって春よ。危ない危ない、すごい危ない、すごい危なかった。トノくしゃい。でもう最近内本は悟りが一番幸せになれるんじゃないかと思って、最近すごくいろんなことを勉強してるんで、みんなにいい本を教えてあげる。最近、浮本がめちゃくちゃ尊敬している人を、の名前を言います。そう、キキキリンさん。多分、浮本精神年齢がもうちょっとで還暦みたいな感じな気もするぐらい、なんかまあ、ちょっと還暦なんです、なんせも。このやっぱ男で苦労した女、もう尊敬でしかないよ。もう、キキキリンさんすげえよー。みんなにな、いい文章を教えてあげる。いくよ。幸せというのは常にあるものではなくて、自分で見つけるもの。ほんまにそれ!気づかないと幸せにはなられへんの。でもう一個。やっぱり、世の家族が崩壊しないのは女の粘り強さですよ。いろんな修羅場があっても人の責任にしないのは女としての潔さ。それなぁ、もうほんまにそれなぁ。みんな頑張ってるよ、すごいよ。
さっぱりわからんねんけど、なんかみんな一旦自分のことを褒めてあげようなっていうことをみんなに言いたくて、マジでみんな生きてるだけですマジですごいねんで、あんたらほんまに頑張ってるよ、うちらっつって、こんな経済不安定で日本の政治のことについたら8時間ぐらい喋ってまいそうになるから絶対喋らんけど、でもほんまにみんな頑張ってるよ、すごいよ、一旦やってんすけど大丈夫なっていう感じで。ウキモトさんちへいらっしゃい。夜乾いたんで、とりあえず水持ってくるわ。明日使うのと困るんでな。明日9時半から仕事や。9時半から仕事やのに、誰が4時まで飲むや。頭悪いんか。トノなんでビール？はい、というわけでこれ何の道具か全く分かんないんですけど、まあオフ会やるよっていうみんなに伝えたかったのと、浮本はめちゃくちゃ元気ですっていうのと、あのお酒はみんなほどほどにしいや、女はこっから大変なんです、化粧を落としていかなあかんしね、化粧水と乳液あって髪の毛も乾かして、ただいま考え中、早くしてちょうだい、もういいから殿、うちに来てくれてありがとう。